ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、タイムアフタータイム。監督は、ニコラス・メイヤー。1979年の作品です。19世紀末。作家、H.G. ウェルズが発明したタイムマシンに乗って、ロンドンを恐怖に陥れた切り裂きジャックが未来へ逃亡。ウェルズは殺人鬼を連れ戻すため、未来へと旅立つ、というお話です。出演は、マルコム・マクダウェル、デビッド・ワーナー、メアリー・ステインバーゲンほか、ウェルズに恋する銀行員を演じるステインバーゲンは、後に1990年制作のバック・トゥ・ザ・フューチャーパート3でも、同じくタイムマシンを発明するドクター・ブラウンに恋する役を演じることになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。